人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし。日本人がその船の存在を知ったのは昭和20年9月終戦から一月後の新聞記事でした。大和今やなし、我が戦艦大和の最後。同年4月乗組員およそ3000人とともに鹿児島沖に沈んだ世界最大の戦艦です。大和が沈む時は日本が沈む時、そう謳われた不沈戦艦はなぜ悲劇の運命をたどることになったのか。今もなお多くの日本人を引きつけ語り継がれる大和の伝説こそがまさに傑作だったのです。ザ・歴史列伝、そして傑作が生まれたスペシャル。全長263メートル、排水量6万4000トン、世界最大46センチの主砲を装備、帝国海軍が誇った栄光の戦艦大和。しかし大和はその能力を発揮することなく、昭和20年激しい攻撃を受け沈没する。大和の悲劇は帝国海軍衰亡の象徴でもあった。帝国海軍の希望と悲願そのものの存在だったんじゃないですかね。大和はいかにして生まれ散っていったのか。そこには大和と共に歩んだ男たちの悲壮なまでのドラマが秘められていた。アメリカとの無謀な喧嘩競争に挑んだ日本。アメリカは量です。やっぱり量では勝てないわけですよね。だから質で勝つしかない。造船技術の粋を集め、技術者たちが渾身の力を注いで作った大和。その巨大戦艦を初めて目にした乗組員は、向こうの方に島みたいな門があるというね。これが大和かって。だからもうそれも驚きのもんいっぱいですね。ミッドウェー海戦に出撃するも一発の砲弾も撃たず帰還した大和の屈辱。そして千載一遇のチャンスを逃したレイテ沖海戦の開墾。戦わない戦艦大和に完成られたのは大和ホテルという汚名だった。最後に課せられたのは水上特攻。想像を絶する結末が待っていた。海に投げ出された元乗組員がその時見たものとは。何かが光ったんですよ。大爆発して。日本人はなぜ大和に魅せられ、その物語に引き寄せられるのか。誕生から最後まで、戦艦大和悲劇の一生に迫る。こんばんは、六平直政です。佐藤なぎさです。今回は太平洋戦争中世界最大最強を誇った戦艦大和をテーマに2部構成2時間にわたってお送りしていきます。六平さん、大和です。大和といえば、はい、マホロバのね、やっぱり当時のもう日本の英知技術全てを結集した大傑作だと思いますね。今夜はもう徹底的に大和を、ね、深くもうガーッともういきますよ。今回のゲストは宇宙戦艦大和でおなじみの漫画家松本零士さん、そして大和ミュージアム館長の戸高一重さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。松本零士さんの代表作宇宙戦艦大和は、戦艦大和への綿密な取材をもとにその船体を作り上げたという。
大和ミュージアム館長として戦艦大和の歴史的意義を伝える戸高一成さん、独自の視点で日本の海軍史を読み解く研究家でもある。大和の写真が今出ておりますが、はい、いやー立派だよね。どんな印象ですか。でも何、形として完璧じゃない、はい、機械構造物というのは性能のいいものはなぜか格好がいいんですね。あ、なるほど。これは不思議なものなんですよね。水流に対する、水圧に対する抵抗力、はい、空気の流れに対する抵抗力とかいろんな問題があって、か動物も全てそうです。なるほどな。強いものはみんなかっこいいでしょう。チーターなんかもかっこいいですよね。肩盛り上がってスピードが出そうな形してるじゃん。機能とだから形が合致してるってことだね。大和といえばもう誰もが知る戦艦なんですけれども、子供の頃からこれは松本さん人気だったんですか。いや、何も知りませんでした、それは。全く分からなくて、やっぱり軍事機密だったんでしょうね。一切何も知らなかった。松本さんが大和の存在を初めて知ったのはいつ頃だったんですか。小学校のですね、4年か5年その前後に戦艦大和の最後という、はい、映画が作られたんですよ。まだ占領軍か進駐軍がいた頃ですよ、米軍がいた頃です。それでその時に学校の引率でその映画を見に行った、はい、子供同士ですね、手を握りしめ涙を流し、それで大和が撃ち始めたらね、よしやれっつってね、こう握りしめて唇を噛んでるわけですよ。そういう見た時の印象は強烈でしたよ、小学生にとっては。戸高さんは最初に大和に魅力を感じたのはどんな時だったんですか。いや、幼稚園の頃ですかね。ちょっと古すぎて記憶が曖昧なんですけども、記憶がある時にはもう大和知ってましたね。だいたい男の子って、ね、船とか飛行機好きなんですよ。そうですね。そういう中で、あ、一番強かったのがこれなっていう、そういうような意識で興味を持ってましたね。で、いろいろこう調べれば調べるほど、いつまで経ってもその興味の尽きない船だっていうところもありますね。そんな戦艦大和には作った人、大和に乗って戦った人、そして生き残った人など様々な人間ドラマがありました。なぜ大和が生まれ悲劇の最後を迎えることになったのか、その運命をたどります。元大和乗組員の安杉康夫さん、大和に乗艦し生還した人物だ。大日本帝国海軍、はい、これがそうです。大日本、当時17歳だった安杉さんは大和配属を告げられた時のことを忘れられないという。お前な、大和へ行くことになったぞ。大和はあれは絶対に沈没せんからな。あれが沈没したら日本列島が沈没する。はい、よかったよかった、お前は大和へ行くんだ。いずれ、はい。しかし大和は安杉さんが上官してからわずか数日で悲壮な最後を遂げることとなる。太平洋戦争末期の昭和20年4月1日、アメリカ軍は沖縄本島に上陸作戦を開始。史上空前の大艦隊による徹底的な攻撃が加えられた。それから6日後、鹿児島の沖でアメリカ軍に立ち向かう一隻の戦艦があった。無数の攻撃機から想像を絶する爆撃にさらされた大和だった。ベーッと急降下してくる、魚雷をものすごくあっちこっちからブワーッと発射して、そしたらドガー言ったじゃないですか。一発こちらが9発当たりました。だから
だん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 こういう風になっていて、はい、傾いた、傾いたよ。圧倒的な兵力差、支援する航空機の姿もない。それでもヤマトは執念の攻撃を続けた。しかし戦闘開始からおよそ2時間、凄まじい爆撃と魚雷によってついにヤマトは力尽きた。そして大爆発を起こして沈没。帝国海軍が誇った巨大戦艦の最後だった。一体なぜヤマトは全く勝ち目のない戦いを強いられたのか。世界最強と謳われた戦艦がなすすべなく沈まなければならなかったのか。悲劇の始まりは太平洋戦争勃発より前の時代に遡る。第一次世界大戦後の大正11年、アメリカ、イギリス、日本などの戦勝国は軍拡競争に歯止めをかけるためワシントン海軍軍縮条約を結んだ。しかしその内容は日本にとって不平等なものだった。主力艦の保有比率はイギリス5、アメリカ5に対し日本は3。そのため日本は新たな戦艦を建造できずにいた。昭和6年、満州事変勃発。領土の拡大を目指す日本は軍備増強へと傾いていく。そうした中、政府内ではこんな声が高まっていった。屈辱的な不平等条約を破棄すべし。昭和9年12月、ついに日本はアメリカ政府に対し条約からの脱退を通告。日米両国は互いを仮想敵国とみなし、戦艦の建造を激しく競い合うようになっていく。エスカレートする軍拡競争を憂う一人の男がいた。当時海軍少将だった山本五十六である。2年間に及ぶアメリカの国情視察を経験し、その国力を知り抜いた山本はこう語った。デトロイトの自動車工業とテキサスの油田を見ただけでも、アメリカ相手に無制限の転換競争など始めて、日本の国力で到底やり抜けるものではない。山本五十六元帥はですね、アメリカの国力というものをよく知ったと思うんですね。制限があるから10対7でなんとか抑えられるのが、制限を排除したら10対20とか30にあっという間になってしまうわけですね。国際情勢がわからないその国内の政治指導者に対する大きな失望を私は抱いていたんじゃないかなと。日本政府は山本の思いとは別の方向に進んでいく。昭和15年、日独伊三国同盟締結。軍国主義国家との同盟はアメリカへの宣戦布告に等しい行為だった。対米戦争が目前に迫る中、ある計画が極秘裏に進行していた。国家の最高機密となったその計画とは。政府が軍縮条約を脱退するおよそ2ヶ月前、当時帝国海軍のナンバーワン技術者だった男にある極秘の指令が下される。福田刑事造船大佐。それは驚くべき指令だった。世界最大の46センチ砲を搭載した不沈新鋭戦艦の研究に着手すべし。
ぶる気持ちを抑えられなかった。軍縮条約により新たな戦艦の建造が行えない中、仕事といえば船の改造ばかり。才能あふれる技術者の福田にとってそれは忸怩たる日々であった。だからこそこの究極のオーダーに気を至ったのだ。我々はこの瞬間をこそ確守して待ち構えていた。当時アメリカは世界最大の 40.6 センチ砲を持つ戦艦を3隻揃えていた。一方日本は戦艦長門、陸奥の2隻。数で差をつけられた日本は性能で優位に立つべく46センチ砲を持つ戦艦の建造を命じたのだった。なぜ46センチ砲なのか。アメリカを見据えた戦略があった。当時アメリカの戦艦には 40.6 センチ砲より大きい主砲は搭載されないと考えられていた。これ以上大きい主砲を積むと船体が大きくなりすぎてパナマ運河を通過できないからだった。 40.6 センチ砲の射程距離はおよそ38キロ。一方46センチ砲の射程距離はおよそ41キロ。いざ戦闘になった時、敵の砲弾が届かない位置から一方的に攻撃できるのだ。世界で最も大きな主砲を持つ戦艦はアメリカにとって大きな脅威となるはず。そのためこの計画は国家の最高機密となり A140 と名付けられた。福田にとって最大の難題は船の大きさだった。46センチの主砲を3砲と9門、それだけで重量は1万トンを超える。これほどの主砲を乗せるにはどれくらいの船体が必要なのか。今まで誰も作ったことがない未知の領域だった。福田は昼夜を分かたずひたすら計算に打ち込んだ。そして船の重量は今までの3万トン級から一気に6万5千トンに膨れ上がることが分かった。それは当時最大の戦艦長門の2倍もの重量だったのだ。なるべく小さくするということが技術者のいわゆる頭だったんですね。というのは大きな船だったら積めるんですよ。それをなるべく小さな船に詰め込めっていうからさらに難しかったんです。そこで福田は大和の巨大模型を作り様々な実験を行うことにした。東京目黒にある防衛省技術研究本部。当時海軍の造船研究が行われていたここには福田が大和のために使った研究施設が今も残されている。大水槽と名付けられた実験用プールは全長250メートル。福田はここで6メートルもの模型を何度も往復させて抵抗測定を繰り返した。戦艦の形を決めるために作った模型は50種類以上。試行錯誤を繰り返し大和の構造を練り上げていった。もう一つの難題は沈まない船を求められたこと。会議は激しい議論の応酬となった。こんな薄い装甲では敵の砲弾を防御できません。いやこれだけあれば十分だろう。魚雷を受けても耐えられる船を目指す。大和の船体を輪切りにした設計図面からはその防御力の高さがうかがえる。一番外側の装甲板は
なんと410ミリもの分厚い鋼鉄の壁。福田たちが弾き出したのはとんでもない厚さだった。さらに、もし穴が開いても沈まないようにする工夫も考え出された。設計図にある鋳杯の文字、当時最先端だった鋳杯水システムである。魚雷攻撃によって穴が開き船体が傾いても、すぐさま反対側から注水することで傾斜を復元できるようにしたのだ。そして船体を無数に区切る防水区画の数は1147。万が一の浸水を食い止める鉄壁の守備だった。言うならそのサイズにおいて最強の軍艦を作るというので設計は始めてますよね。もうあらゆるところで困難が出てますけどね、それをもう実に見事に解決する、いわゆるこの柔軟性、適応力、これは大和に象徴されたものですけども、現代にも続いた日本の工業技術力のもう本当宝でしょうね。さまざまな先端技術が盛り込まれた大和の基本設計ができたのは研究の着手から1年半後のことだった。全長263メートル、全幅38.9メートル、排水量64,000トン。これが実際に完成したらとんでもない船になる。福田は確かな手応えを感じていた。建造可能の最も優れた船になるだろう。その福田のもとを一人の男が訪ねてくる。彼が発した意外な一言とは。福田のもとを訪ねた男、それはあの山本五十六だった。山本は福田が想像だにしない言葉を発した。どうも水を差すようですまんがね、君たちは一生懸命やっているが、いずれ近いうちに失職するぜ。これからは海軍も空が大事で、対艦巨砲はいらなくなるんだから。当時航空本部長の役職にあった山本は、この時巨大戦艦は無用の長物となる、そして戦争の主役は航空機に移ると予見していたのである。山本五十六少将もちょっと意地悪だよね、はい、わざわざあんなこと言いに来なくて、ね、でももう先を見抜いていたんですね。無の長物になるぜ、ね、要するにこの戦いは勝てないと、ない、よく言って休戦になるか負けるしかないと。なぜかというと、要するに基本的な工業力の差、はい、その大差が日本とアメリカの間にはありすぎて、これはとても勝てる相手ではないと。それでもなぜあんな巨艦を作ろうと思ったんですかね。いや、それはやはり時代ですね。最初の計画って昭和9年頃ですから、その当時にはやはり世界中がですね、対艦巨砲主義というか、最後の決戦は戦艦がするという、そういう時代なんですよ。なるほどな。私は実は本郷三丁目に下宿してた時、東京へ18で上京した時ですね、はい、大和武蔵を護衛してた重巡洋艦最上の副艦長猿渡中佐が隣の部屋にいたんですよ、はい、そして私が小さい大和の模型をカーテンにボロカーテンにぶら下げてたら、お前戦艦船が好きなのかと、好きだって言ったら、よしこれやろうと言ってくれたのが、くださったのが実は戦艦大和の構造図、設計図そのものを一式全部くれたんです、
あのトップシークレット戦時中で言えばもう極秘中の極秘、軍事機密ですね。それ全部くれたんです。ですから見て私はあの大和の構造を全部を理解できたわけですよ。何がでどこに何枚の防御板が入ってあの環境がどうなっててという 全体の構造を把握したんですよ。その図面をよくくれましたね。あのいやポイロポイって私にくれたんですよ。もう本当に笑って。先生がスパイだったらどうするんですかね。いやでももう戦後ですから。そうですね。でもあれはあの造船場の大きな参考資料になったのは事実ですよね。じゃあ宇宙戦艦ヤマトの恩人はその最上の副艦長ですね。そうですね。日本の造船技術の粋を詰め込んだ戦艦ヤマトですが、どうやって巨大な戦艦を秘密裏に作ることができたのでしょうか。広島県呉港、ヤマトが作られたドックの屋根が今も残されている。昭和12年11月、ヤマトはここ呉海軍工廠において建造が始まった。この時の最重要課題は機密の保持であった。46センチの主砲はあえて94式40センチ砲と名付けられ、作業員にも事実は知らされなかった。さらに呉の軍港近くを通る線路にはおよそ900メートルにわたり目隠しの壁が建てられた。なぜそこまで隠す必要があったのか。大和関係者への綿密な取材により、戦艦ヤマトの実相を描いてきた作家門田隆昌さんはこう語る。世界最強最大最強の船なわけですから、こんなものがありますよっていうのは、これは絶対に知られちゃいかんですよね。武器というのはあの秘密でなければ威力が半減しますから。でそれがあるっていうことは戦争に向かって突き進んでいるということですので、いろんな面で隠さないといけませんよね。呉の海軍工廠の中でも徹底されてたことでちょっとびっくりしましたけどね、はい、大和を設計してる人たちですら大和を見てないんですから。たった2、300メートル先のところで作ってるんだけど、この設計班が自分たちの設計したものを見に行けないんですよ。そこまで徹底してあの隠してますからね。昭和15年8月8日、帝国海軍がその威信をかけて作らせた新戦艦がついに完成。極秘に進水式が執り行われた。それは軍楽隊の演奏もない密やかな進水式だったという。ようやく A-140 に名前が冠せられる時が来た。本艦をヤマトと命名す。ついに世界最大の戦艦が海の上にその雄姿を現したのである。広島県呉市にあるヤマトミュージアム、オープンから10年でおよそ1000万人が訪れた人気の博物館だ。訪れた人々を圧倒する展示物がある。全長26メートル、10分の1スケールの戦艦ヤマトだ。ヤマトに関する資料や設計図など、現在入手可能なあらゆる情報を集め、細部まで交渉を尽くして作られた。艦長の戸高さんによれば、ヤマトが多くの人々を魅了する理由の一つはそのデザインにあるという。
素晴らしい性能のものは結果としてあの姿も美しくなる、一つのこう日本の船のデザインのピークとして大和が位置づけられるんですね。そういったそのモダンな形というのにですね、皆さんがですね非常にこう美しいなというものを感じるんだと思いますね。その美しい船に秘められたのは、史上最強の戦艦となるために注ぎ込まれた技術の集積だった。戦艦っていうのは大砲を運ぶ船なんですよ。ですから大和は何かといえば、あの46センチ砲が大和なんであって、それをあの目的の場所に速やかに運ぶことができる船を作ったということ。船の中でも最も存在感が際立つ大和の主砲、あの1本で160トンぐらいありますかね、大砲1本で、大砲1本で、それで砲塔全体として2700トンぐらいありましたかね。弾丸やなんか全部詰めると3000トン弱ぐらいもあったと思いますね。当時の大型駆逐艦1隻分ぐらい、あの、1個であるわけです。船の先端に見せたい箇所があるという。なんといっても特徴的なのがこの美しい曲線。これいわゆる球状艦首、バルバスバウっていうんですけども、これ先端出てまして、ここの先端で作る波と、あの水面の波とかですね、あの若干のこうギャップを持って巻き上がって、2つの波がお互いに打ち消し合うような形になるんですね。そうすると全体としてあの船の進行を妨げる波がですね、弱く小さくなって、非常にこう推進効率が良くなると。戦後この技術は石油タンカーから漁船に至るまで幅広く利用されることになる。そして大和の防御の要、ここにそのここの平らなところが防御鋼板ですけど、 ここですね、あそこにはですね41センチ、一番厚いところで41センチの防御鋼板が中に入ってるんですよ。で防御鋼板っていうのはですね、焼き入れをした鉄板で弾を跳ね返すようなものですから、曲げ加工とか一切できないんですよ。真っ平らなんですよ。でそれをこう組み合わせてね、非常に難しい加工をしてつないでいくんですけど、緩やかなカーブの船体の中にだんだん馴染んで消えていくでしょ。そういうところの非常にデリケートで微妙なですね、あの工作っていうのは、ああよくやったなと思いますね。大和を作った当時っていうのはですね、設計する能力もピークであったし、現場で物を作り上げる力もピークであったというふうに言っていいと思いますね。設計から完成まで丸6年、延べ300万人以上もの人員を要したといわれる戦艦大和。その設計段階で大和と向き合った福田啓司は、海に浮かぶ大和の雄姿を目にしこう語った。私は止めどなく涙が出て仕方なかった。それは大和の建造に従事したものでなければわからない劇場だ。昭和16年12月16日戦艦大和竣工。今回はですね、特別に144分の1のスケールの模型をご用意しました。こちらが大和の模型であります。いかがですか、武坂さん。欲しいですね。やっぱり性能のいいものはいい形してるってのはやっぱ分かるね。どこ行くこととってもいい形してるじゃん。このあの煙突だっていい形だと思わない？ちょっと斜めになっててこうおしゃれだよ。細かいのこうやって見ますとね、はい、なんかこう臨場感が溢れてくるというか、その風の流れ、いろいろなもの、それからこのマストがこういうふうに、はい、斜めにしてある。全体 の, あのデザイン感覚が非常に綺麗なんですよ。ね、本当。でこう止まってるのにもう進んでる、そういう感じが、ね、こっちに行くという。波とこう風をかき分けて進んでるような感じがあるもんね。
福田圭司さんという方はですね、非常にそのデザインセンスも優れてた方で、それまでの戦艦って水平と垂直の組み合わせで設計されてるんですよ。でこの大和以降がですね、はい、そこに流線型が入ってくるんですね。それで初めて日本型のデザインが完結してるわけですね。それまでの代表的な戦艦扶桑や長門の基本デザインは垂直と水平、それに対し大和は流線形と斜めの配置によって明らかにデザイン性が向上している。今回は特別にですねカメラをご用意しましたので、戸高さんにアップにしていただきながら解説をお願いしたいと思います。すごいカメラが、これが本当にその大和のシンボルである主砲塔ですね。46センチの主砲ですね。長さはどのぐらいあったんですか。だいたい25メートルぐらいですかね。25メーターだったの大砲、長いですね。46センチ砲、そしてこの大和の一番の特徴というのがですね、はい、一つがここの格納庫、飛行機の格納庫ですね、はい、これなぜかって言いますと、この大砲の爆風が非常に強いので、はい、表に飛行機があったらもう爆風で自分の飛行機を壊してしまうんですね。吹き飛ばされてしまうんですね。ですから飛行機も全部艦内に格納する、と同じようにですね、ここにこれはボートが、ですか、小骨が、小骨っていうかこれ内科艇って言って乗組員が陸上投覆したりする船なんですけども、これもですね従来の戦艦は外にあったんですけども、これもとてもではないけどこの壊れてしまうということで、このボートまで格納するようになった。これレールでですね奥まで入るんです。これ途中です。で天井にレールがついてまして、走行クレーンになってて、ずっと艦内まで中へね、本当だ、宇坂さんこれ上から吊ってんだね、吊られてますね、モノレールみたいな、ね、そういうですね非常に従来の戦艦では全くなかった装備をこう考えなければいけなかったんですね。そういったところがこの大和の特徴ですね。もう隅々まで見てみたくなる船ですよね。このスクリューも直径5メートルありますから、これだけで。そうなんだ。そんだけ大きいんですか。もう直径5メーター。人間の大きさ考えるとですね、びっくりしますね。ですからこういろんな形でですね、その大和ならではのアイデアがたくさんこう盛り込まれているというふうに考えましたね。ここも好きですけどね、やっぱり。そうですね、休憩船ですね。いいですよね。この丸みが宇宙へ飛びそうな感じが。そうなんですよ。ね、俺ここ好きだな、やっぱりここ映画でよく艦長が双眼鏡で見てるとこ、そこへ立ってみたいですよね。立ってみたいな、ね、かなりの高さですもんね。30メートル、そうですね。さらにここにも上がれるんですね。あ、そこも上がれるんですか。ここ上がれるんですって、この上、これ本当のトップですね。相当眺めは良かったでしょうね。後ろちゃんとありますよ、これ。本当だ、はしごがありますね、かかっていて。いや、芸術品だね。ですね、その当時に日本にあった最高技術の結集ですね。ヤマトってこれ名前がいいでしょ。いいですね、響きが。武蔵ヤマト、そうですね。ヤマトっていうのは、まあ、戦艦はですね、戦前は艦名付与基準って言って名前の付け方の規則があるんですよ。で戦艦は律令国家時代の昔の国の名前ですね。ですからヤマトっていうと日本全体じゃなくて、本当はヤマト地方のヤマトの昔のヤマトの国のヤマト、そういうふうに決めるんですけど、最終的に決めるのは天皇陛下なんですよ。大和の時はですね、海軍大臣が大和と信濃という予定艦名を昭和天皇のとこ持ってきまして、で選んでいただく、その時に昭和天皇が大和とこう決めたんですね。艦名の付け方には基準が定められていた。戦艦は昔の国の名前から付けるのが決まり、例えば伊勢、山城、陸奥など、空母の場合は鳥や空を飛ぶものに関連する言葉から付けられた。運用、
飛龍、昇格など。一等駆逐艦は気象や天候、二等駆逐艦は桃や栗など草木の名前に由来した。この46センチ主砲以外の攻撃力というのはどうなんでしょうか。ここに副砲がありますね。副砲ね、これはこれですね、巡洋艦の主砲なんですけども 15.5 センチの、あとここに脇にですね、12.7 センチの広角砲、それから25ミリの機銃が、たくさんついてますね。こういうもので飛行機をこう撃退しようとしたんですね。高射砲みたいなのもあるんですか。まあ、これが海軍では広角砲っていうんですけども、これが広角砲です、はい、へえ。あと本当に大砲もすごいですけど、どうやって命中させるかが大事なわけですよ。当たらなければ意味がないんで、はい、でそのためにここにある側距離ですね、この機船長という幅が15メートルあるんです。このアンテナみたいなやつですか。この下の棒です。あ、下の棒、これが側距離で、これで目標までの距離を測るんです。この棒で、その左右にレンズがついていて、あ、レンズがついているんですね。レンズがついてんだ、はい、でこれはですね、当時として世界最大の側距離なんです。はですから、その能力っていうのがですね、戦後日本はカメラの輸出なんかで非常にこの、はい、頑張りますけど、そういう光学機械の力を当時発揮したものがこれなんですね。ですから、そういう光学機械を作った人、そういうエンジニアが戦後時計会社に行ったりしてですね、このヤマトのいろいろな部分の関係したエンジニアがそれぞれの能力を戦後の復興に生かしたということは言えます。さあ、この後いよいよ世界最強と謳われたヤマトに実戦の出番が回ってきます。しかし、それがヤマトの試練の始まりでした。昭和16年12月7日、ヤマトは最後の試験運転を終えた。まるでその完成を待っていたかのように、翌日、その後の日本の歴史を変えた大きな作戦が決行される。12月8日未明、日本海軍航空部隊が真珠湾を奇襲攻撃。ハワイに停泊中だったアメリカ太平洋艦隊の戦艦8隻をはじめ、戦闘艦艇の大半を撃沈、壊滅的被害を与えた。日米決戦の火蓋が切られたのだ。この作戦を遂行した人物こそ、あの山本五十六。山本の戦略は、アメリカの太平洋艦隊を撃滅させ、形勢を日本有利にすることで、早期講和へと持ち込むことだった。ところが、真珠湾奇襲攻撃の成功を過信した軍部は、山本の狙いとは裏腹に、ひたすら戦線の拡大を図っていく。日本はフィリピンや香港、さらに東南アジアへと破竹の進撃を続けていった。拡大路線を危惧した山本は、短期決戦によっていち早く戦争を終結すべく、次なる作戦を決行する。それがミッドウェー作戦だった。ハワイと日本の間に位置する孤島ミッドウェーを落とし、その後一気にハワイを攻略、再度講和の機会を伺おうというのだ。ここでいよいよヤマトは出番を迎える。連合艦隊の旗艦となったヤマトに乗り込んだのは司令長官山本五十六。ヤマトの存在に否定的だった山本だが、その能力を知ると、これまでの態度を一変させ、こう語ったという。これならやれるかもしれない。昭和17年5月29日、日本の造船技術の粋を集めた戦艦ヤマトが
いよいよ初陣の時を迎えた。この後第2部ではついにヤマトが出撃。20世紀最大の海戦と言われた霊鳥記の死闘、そしてヤマト最後の作戦水上特攻とは。世紀の巨大戦艦は悲劇の結末へと突き進む。ザ・歴史列伝戦艦ヤマトスペシャル、引き続き後半第2部をご覧ください。人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし。ザ・歴史列伝、そして傑作が生まれたスペシャル。世界最大にして最強の戦艦ヤマト。不沈戦艦と謳われたヤマトはいかにして生まれたのか。第二次大戦前、アメリカと軍拡競争を繰り広げた帝国海軍はその威信をかけて究極の戦艦ヤマトの建造を命じた。果たしてヤマトとはいかなる戦艦だったのか。ヤマトにゆかりの2人のゲストと共に読み解いていく。その技術力が戦後を立て直したわけです、はい、これだけのものですからね。もう一個作れと言われてももう作れない。世界初46センチの主砲を備え、沈まぬ戦艦を目指して設計されたヤマト。そこには数々の最新技術が注ぎ込まれた。国民には一切知らされることなく極秘裏に進められたヤマトの建造。その完成はくしくも太平洋戦争開戦の直前だった。連合艦隊の旗艦となったヤマトに乗り込んだのは山本五十六海軍大将。ヤマトはついに出撃の時を迎えた。その初陣から壮絶なる最後まで、戦艦ヤマト悲劇の一生に迫る。真珠湾攻撃成功後、山本五十六は短期決戦によっていち早く戦争を終結すべく新たな作戦を計画。ミッドウェー作戦である。ハワイと日本の間に位置する孤島ミッドウェーを落とし、その後一気にハワイを攻略、再度講和の機会をうかがおうという狙いだった。ここでいよいよヤマトの出番が巡ってくる。しかし昭和17年5月29日、ヤマトはアメリカ主力艦隊との決戦に向けて出撃する。先行して出撃した日本軍機動部隊は4隻の空母と2隻の戦艦を擁する陣容。そして後方にヤマトを旗艦とする戦艦7隻と空母1隻の主力部隊を配置。対するアメリカは空母3、戦艦は0。日本は圧倒的に優勢な戦力を要していた。しかし予期しなかった事態が起こる。先行部隊に突然の敵機来襲。実はこの作戦はアメリカ軍による暗号の傍受解読により通形状態だった。6月5日午前4時、アメリカ軍は150機余りの攻撃機を出撃させ、日本の機動部隊に襲いかかった。今日疲れた日本軍は大混乱に陥り、爆撃機のなすがまま。
大型爆弾が次々と空母に命中。瞬く間に赤城、加賀、蒼龍を失う。残った一隻飛龍が前線を続けるも、この日の午後には沈没した。この時大和は機動部隊のはるか後方およそ630キロの地点にいた。機動部隊全滅の連絡を受けた山本は青ざめた。大和艦内は救いようのない空気に包まれたという。残るは艦隊決戦。どうすれば46センチ砲を生かせるのか。持ち上がったのは大和で急追撃し野戦を仕掛けるという案だった。野戦なら敵は攻撃機を使えない。大和で近づき主砲によって激しい攻撃を加えられる。しかしアメリカの方が一枚上手だった。日本側の企てを察知するとすぐさま退避。山本艦隊との距離を広げていったのだ。もはや勝機はなかった。ミッドウェー海戦は歴史的大惨敗となる。日本海軍は4隻の空母、1隻の重巡洋艦、322機の艦上機と3000名余りの兵員を失った。翌朝山本五十六は作戦の中止を発令。陛下には私がきちんとお詫びする。結局大和は46センチ主砲どころか一発の砲弾を撃つこともなく日本へと引き返すこととなった。ザ・歴史列伝、今回は日本が生んだ世界最大の戦艦大和の2時間スペシャルをお送りしています。ここからは第2部です。引き続き宇宙戦艦大和でおなじみの漫画家の松本零士さん、そして大和ミュージアムの戸高一重さんと一緒に大和が辿った悲劇的な道のりに迫っていきたいと思います。松本さん、戸高さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。連合艦隊司令長官、はい、山本五十六が乗り込んでね、まさに最高のシチュエーションですけどね、うん、山本五十六が大和に乗っていざ出撃、うん、そしたら一発も撃たないで帰ってきちゃったって。ミッドウェーではなぜここまで大敗してしまったんでしょうか。これはね、本当に普通に考えてですね、負けるような作戦ではないんですね。兵力的にも圧倒的に日本が有利ですから、これは本当にいろんな理由があって負けてしまった、まあ、簡単に言ってですね、やはり暗号が読まれた、解読されてる、そういうなんか漏れてるのを確認する方法はあったと思うんですよ。いろんなことをやってみて、そうですね、だから そういうことへのなんか情報戦で決まる時代感というのを日本はその軽視したというか、やはり情報に対する考え方非常に甘かったですね。甘かったですね。真珠湾の時にはですね、もう徹底して秘匿して、乗組員もですね、港を出撃した後で海の上でもうどことも連絡が取れなくなってからハワイに行くというふうに教えられるんですけど、ミッドウェーの時にはですね、出撃前にそれこそ町の人が知ってたと言われるぐらい情報はもう漏れているんですね。ですから情報が戦争の戦いのですね、勝敗の大きな要素であるっていう時代に入っていたにもかかわらずですね、この非常に情報に対する管理が甘かったっていうのが大きな原因の一つですね。ミッドウェー海戦の後ですね、大和はどうなっていたんですか。ですから決戦を待っていたと。ただいつが本当の決戦かとうとうわからないんですね。本当の決戦が来るまで傷つけちゃいけないと思って大事に大事に取ってるうちにチャンスを全て失ってしまったというところがありますね。ですからその間ですね、ほとんど活動しない時期が長いんですよ。他にだってやっぱり軍艦ですから他の使い道はないですもんね。やっぱり戦うために作られた船だからさ。ミッドウェーでの敗退の後、太平洋の日本海軍基地に怒りを下ろした大和に出番はなかった。
太平洋の戦いはすでに航空機の数によって勝敗が決まるものとなっていたからだ。一度も戦わない大和に対し、前線に出る兵士たちはこう揶揄したという。大和ホテル、豪華な食事や軍楽隊まで備えた大和はまるでホテルだと皮肉られたのだ。大和にようやく出撃命令が下るのは2年後の昭和19年10月。20世紀最後の大海戦といわれるレーテ沖海戦である。3000人もの乗組員がいた戦艦大和、そこで暮らした兵員たちの生活とはいかなるものだったのか。元大和乗組員の石上清文さんは16歳の時海軍に志願、初めて乗った船が大和だった。大和乗組の名刺と、昭和17年3月6日です、書いてあります。これね、以来石上さんは2年7ヶ月大和の中で過ごした。住む場所としては快適ですわ。クーラーも効いてますしね、快適ですけども、いわゆるその軍人精神というのを叩き込まれるわけですから、軍人精神注入棒いう、歯を食いしばれって言って、両手上げてでも叩かれるわけ。船に乗ったその日から制裁っていうのはもう毎日の日課の一つです。過酷な日常を強いられた石上さんら大和乗組員はついに激しい戦闘のただ中に身を置くことになる。昭和19年秋のことだった。この頃太平洋の各戦線で日本軍は著しい劣勢に立たされていた。攻勢を強めるアメリカはダグラス・マッカーサー率いる南太平洋方面軍をフィリピンのレイテ湾に上陸させた。フィリピンは石油資源を持たない日本にとっての命綱。ここを奪われれば日本と南方を結ぶシーレーンが分断され、戦争継続は事実上不可能となる。日本にとって最も深刻な事態だった。そんな中、大本営は日本の海軍史上最も大規模な作戦、小1号作戦を発令した。小1号作戦は何かというと、これも戦争に勝つというものだったのかというと、戦争にもう勝てなくなってるわけです。体制を挽回するっていうようなものではなく、一撃を与えて講和に持ち込むことができるかという作戦ですよね。作戦の骨子は空母機動部隊がおとりとなってアメリカの艦隊を引きつける。その感激を乗って大和ら戦艦部隊をレーテ湾に突入させ、上陸中のアメリカ輸送船団を殲滅させるというものだった。ここに至り大和が誇る世界最大の46センチ砲に活躍の場が与えられたのだ。大和の艦隊を率いてレーテ島奪還作戦を託された指揮官は栗田武雄中将。レイテ沖でおとりの空母部隊を率いたのは小沢治三郎中将である。大和は10月22日レイテ湾へ向け出撃。その陣容は日本海軍の事実上最後の艦隊であった。この時大和と共にレイテ湾へ向かったのが
大和型2番艦武蔵。大和は武蔵という最強の姉妹戦艦とともに冷凍機海戦に挑むことになる。10月22日大和は冷凍湾へ向け出撃した。24日午前10時敵編隊を捕捉。アメリカの攻撃機およそ40機が攻撃を仕掛けてきたのだ。元大和乗組員の石上さんは気流甲板と呼ばれる場所で信号の伝令係を務めていた。敵の攻撃機が間近に見えたという。もう船ですね、こう敵の飛行機がダーッと傷照射してくるわけですよね。飛行機がピューッと飛んできて、その搭乗員がこ船の方向を見てるわけ、こうやって見てる、それが分かるんですわ。そのぐらいまで近寄ってくるんですけど。空からの攻撃に対し大和の降格砲と対空機銃が火を吹く。海戦前に増強されていた対空装備だった。想像を超える反撃によってアメリカ軍の爆撃機はことごとく的を外した。しかし大和ほどの対空装備がなかった武蔵は爆撃をかわせず避難。アメリカ軍はすかさず武蔵に攻撃の的を絞った。速度が落ち、他の船から離れた武蔵にさらに攻撃が集中した。爆弾20発、魚雷20本という凄まじい攻撃。それでも武蔵は耐え続け、その強靭ぶりはアメリカ軍を驚かせた。しかし午後7時30分、武蔵はついに力尽き沈没した。だん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 と武蔵と離れていきますからね、動かなくなってくるから。武蔵が沈まんという格好の船がなんで沈むんだろうかというような、そういう感じは受けましたですけどもね。次の標的は大和。不沈戦艦といえども爆撃機の集中攻撃に耐えることはできない。そこで栗田司令長官は艦隊を退避させ始めた。するとアメリカ艦隊は追撃することなく攻撃を中止。一体なぜだったのか。実はおとり作戦を担っていた小沢艦隊が突撃を開始したのだ。そのためアメリカ軍は大和への攻撃を中止して応戦に向かったのだった。最後の一発までも撃って撃ちまくれ、そう命じた小沢はアメリカの全機動部隊を引き受け死ぬつもりだった。それがおとりとなった小沢艦隊の任務だったのだ。しかしその胸中は複雑だった。飛行機に乗せる搭乗員は基礎訓練を終えたばかりの若者たち。彼らの命を犠牲にしなければならなかったからだ。小沢は帽子を振って飛び立つ若い搭乗員を見送ったという。作戦遂行のために多くの命を犠牲にした小沢は大和の栗田に打電する。敵機動部隊は北に誘致した。本隊を攻撃中なり、何としても大和を冷凍湾へ。小沢の思いだった。世界の海戦史上最大の作戦ですよね。で、実際にものの見事に成功してるわけじゃないですか。途中まで小沢艦隊におびき寄せられて、ハルゼイはあそこを開けてしまったわけですから、これは恐ろしい作戦だったわけですよね。しかし
当時の通信環境は極めて悪く、小沢の作戦成功を伝える電報はなんと栗田のもとに届いてはいなかった。大和はこの時周りの戦況が全くわからないままレイテ湾を目指し進んでいたのだ。そして25日早朝のことだった。前方に敵艦隊発見。攻撃開始、全艦突入せよ。大和が誇った未曾有の巨砲がついに火を吹く。この主砲をドーンと撃っとドーッとこう返ってくる、その爆風のムーッとしたと、その爆風の力がものすごい、その口で言いようのないその鉄の扉でも曲がるかいうほどのすごい爆風な扉にガンと当たってね、風圧で当たってね、歯を折ったんですよ、前歯を。それやっぱ手法を打った時か。そうです。大和をはじめとする艦隊の凄まじい砲撃がアメリカの空母を直撃。走行の薄い空母はたちまち炎上し沈没していった。レイテ湾突入作戦は成功へと導かれようとしていた。しかしここで栗田は驚くべき行動に出た。大和の突撃を中止し反転させたのだ。一体なぜだったのか。それまでの戦闘があまりにすごいということがあるわけです。それはもう敵のその波状攻撃をかわしてますからね。そういうものすごい激しい中でやってきて、それがその続いてますからね。寝ることもなく続いてきて、そういう中で、判断するところで、このまま行ってもっていうことがですね、やっぱり栗田さんの頭の中にあったんでしょうね。栗田のこの行動は謎の反転と呼ばれ、太平洋戦争における大きな謎の一つとして今も議論の的となっている。結局大和は小沢艦隊の犠牲によってレイテ湾に近づけたにもかかわらず、作戦を実行することはなかった。レイテ湾を去る大和の上から石神さんは海に投げ出された兵士たちの姿を見つめていたという。ものすごく泳いでましたもんね。もう何百っていう、それはもう数、もう海水浴場を見るみたいなもんですよ。前からね、どうすることもできんわけですけどね。日本人であったところで止まって助けることは絶対できないんですから、戦闘地やからね。その人たちの心の中を察するにやな、もう何とも言えん気持ちだったということですね。20世紀最後の大海戦といわれるレイテ沖海戦はこうして幕を閉じ、帝国海軍は事実上壊滅状態となった。しかし大和は激しく損傷したものの航行に問題はなく、その強さを際立たせたのだった。いやー、栗田さんはどうですかね。どうせあれだったらやっぱりレイテ湾に突入して沈められるべきじゃなかったですか。まあ事前の打ち合わせでもですね、連合艦隊はこの作戦で艦隊を全部すりつぶしてもあえて食いないと、でしょ、そういう話で突撃してるんでね。ちょっとその部分をですね、戸高さんにこのフリップを使ってご説明していただこうと思います。その戦況というのはどのような状況だったんでしょうか。まあ、基本的にはですね、日本の艦隊がこう回ってきてレイテ湾のマッカーサー軍の上陸部隊を叩くと、でそれについてアメリカの機動部隊が邪魔なので、これは小沢さんの空母部隊がいるので米軍がこうその間に大和部隊が回ってここに突入するというのが基本なんですね。おとりはこっちですもんね。で空母部隊も
引き離しましたけど、実はですね戦艦部隊も引き離したくてですね、もっと南の方で他の戦艦部隊がですね、行動しまして、アメリカ軍の戦艦部隊をそちらに引きつけてるんです。そうなんだ。ですから戦艦部隊もいない、空母部隊もいない、ちょうどもう予定通りの作戦行動で、突入寸前まで行ってですね帰ってきた。突入するって作戦なのに戻ってくるってのはおかしいでしょ。これ連合艦隊からもですね、途中で一旦こう敵をかわすために U ターンした時にすぐに、転輸を、信じて突入せよと連邦が来るんですよ。ほら突入せよって言われてんのに帰ってきちゃったんだよ。私もU ターンは不思議な気がして、ほら先生もそう言って、なぜというのは思いとしてありますね。ですよね。相手が輸送船であろうと何であろうと、それを断たないと陸上の友軍がですよね危機に陥ってるわけですよね。そう、武蔵、うちのお母さんのいとこも死んだのにそうだったんですか。はい、井口少将、うちの母のいとこで、はい、一緒に船と一緒に沈みましたが、小沢さんの部隊もそのアメリカの機動部隊を引きつけるために空母全滅してますからね。ああそうですか。全部沈みました。いや、謎の反転にはこんな説もある。レイテ湾に向かうヤマトに敵の機動部隊が現れたという電報が届く。そこで栗田は突入を中止し攻撃に向かうため反転したというのだ。しかし結局敵機動部隊は発見できず、この電報は今も謎とされている。でもこれは第二次大戦最後のこの海戦の永遠の謎ですね。私たちがねこうどうこう言うのははなはな難しいところですけども、その時代に生きてて言いたかったね、その船に一緒に乗って、ただ大和としてはですねやはり本当にアメリカの、軍艦にめがけてその積み上げてきた訓練の成果をね、成果として射撃ができたっていうこと自体が、まあ、ヤマトにとっての一つのその、ハイライトだったと思いますね。日本が敗戦に向かって突き進む中で、いよいよヤマトに最後の作戦の命令が下されます。昭和20年4月1日、アメリカ軍は沖縄に上陸。上陸作戦部隊およそ18万3000人。連合軍側の艦船およそ1500隻。艦載機1700機という空前の大部隊だった。沖縄の海は艦船によって埋め尽くされ、灰色の鉄の塊で覆われたような異様さだったという。日本は想像を絶する海軍力と戦わざるを得なかったのだ。4月5日連合艦隊司令長官豊田添右衛門は驚くべき指令を発令した。昭和20年4月、ヤマトは最後となる指令を受ける。連合艦隊司令長官豊田添右衛門は天1号作戦を発動する。もし沖縄が陥落すれば本土も危うい。残るは最強の戦力ヤマトをどうやったら有効に使えるか。唯一の方法は水上特攻作戦である。水上特攻、それはヤマトを沖縄へ突入させ敵艦隊と応戦、その後海岸に乗り上げ陸上砲台となって戦うというものだった。しかし航空隊の援護もないこの作戦は沖縄にたどり着けるかさえわからない無謀なものだった。連合艦隊司令部が決めたあまりに非情な作戦に異を唱えた一人の男がいた。第二艦隊司令長官として大和に上官した伊藤誠一中将。海軍切手の見識の持ち主と評された伊藤にはこの作戦に反対する理由があった。
ミッドウェー海戦の予期せぬ惨敗から3年、すでに海軍だけでも30万を超える戦死者を出していた。司令長官の伊藤にとって死ぬことが確実なこの特攻作戦で自分が預かる6000名もの命を犠牲にすることは到底受け入れられるものではなかった。これ以上犠牲者を増やして何になる。伊藤に呼応するように出撃部隊の艦長からも疑念の声が湧き上がった。ヤマトの能力を超えた愚虚、航空兵力の決定的な劣勢、そして豊田司令長官に対する非難の声も上がった。司令長官はなぜ日吉の防空壕の中から出てこないのだ。命令と服従が絶対の軍隊組織で完全と異議が唱えられたのだ。この事態に連合艦隊司令部は作戦の説明に当たらせるため大和に2人の人物を送り込む。草加龍之介中将と三上作夫中佐。この時三上は伊藤から確信をつく厳しい質問を受けたという。この作戦の範囲と成功度をどう思うか。生前の三上に直接取材した門田氏はその時の生々しいやり取りをこう語った。でその時に三上さんが入って、この作戦はもうそういう戦利を超えたものですと、これは最後は沖縄にのし上げて切り込め、要するに死にに行けという意味のものなんですって、これはもう三上さんの本意ではないけどもそういうものなんだっていうもう叫びが出たと思いますよね。そうすると伊藤中将がそうかって、それが聞きたかったってこういうわけです。それは伊藤が覚悟を定めた瞬間だった。伊藤は別室に集まっていた各艦の艦長たちに最後の訓示を行った。我々は死に場所を与えられた。こうして全員が壮絶な覚悟のもと水上特攻への道を突き進むことになる。4月6日午後4時45分、世界最大の戦艦は3000人の乗組員とともに帰る見込みのない最後の航海に出撃したのだった。4月7日午前11時7分、ヤマトの対空警戒レーダーが敵編隊の機影を捉えた。敵大編隊発見。元ヤマト乗組員の安見さんは敵との距離を測る測敵手。その時艦橋の一番上で驚くべき光景を目撃した。なんと300から350機がブワーッ、なんと水平線の向こうからうわおお、こんな業者のことやってくるんかーっとやってきて、ヤマトは対空火器によって応戦しようとする。しかし雲がその日ものすごかったわけ。なんとその上にバーッと飛行機全部米軍の飛行機上がってしまうて、そしたら上でグワーッと音がしだして、そしたらだってビューッと突っ込んでからバーッと落とした。12時48分最初の急降下爆撃でヤマトは爆弾2発を受ける。
さらに魚雷3本が左舷中央部に的中。穴が開き浸水が始まると次第に船体が傾いていった。ここでヤマトの中排水システムが作動、右舷に水が注がれ傾斜が復元した。しかしアメリカ軍の作戦は巧妙だった。魚雷のほとんどをヤマトの左舷に集中させたのだ。やがて中排水システムも限界を超える。傾斜は18度、これ以上の戦闘航行が不可能となった。伊藤は戦況を見つめたまま沈黙、微動だにしなかった。魚雷をものすごくあっちこっちからブーッと発射して、そしたらドガー言ったじゃないですか。一発こちらが9発だから、だん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 こういう風になっていて、はい、傾いた、傾いたよ、こうなって、そしたら開けろ、ここ開けろ、開けよう思っても開かんじゃないですか。海水を出してくれってとっと言うんだけど、あかんのんですよと。だから、みんながそうやってかわいそうなあ思ったんだけど、どうすることもできる。午後2時20分、伊藤のもとに報告が届く。傾斜が20度となり復元不可能。そうか、残念だったね。ヤマトに終わりの時が近づいていた。ここで伊藤は重大な決断を下す。全艦に特攻作戦中止の命令を発したのだ。現地司令長官としての独断であった。そして伊藤は参謀たちに厳命する。すぐ駆逐艦を呼んで移り、艦隊を収集しろ。海上に漂流中の兵士の救助を命じたのだ。伊藤のこの決断が水上特攻部隊1700名余りの命を救うことにつながった。この後伊藤は大和の長官室の扉を固く閉じ、二度と出てくることはなかった。そして午後2時23分、傾斜が35度まで達した時、ヤマトは左舷から転覆し始めた。安木さんは転覆と同時に海に飛び込んだ。そこでヤマトの壮絶な最後を目撃している。もう当ている波がぐわーっとなってもらった。こんな大きなやつがぐわーっと沈没してるんだから、泳ごうと思ったら全然息ができん、もうダメだと思ったら何かが光ったんですよ。何が光ったんかなと思ったら大爆発したわけです。大爆発して海に落ちた直後、火薬庫に引火し凄まじい大爆発が発生したのだ。海中から火炎と噴煙が立ち上り、その高さは1000メートルに達した。それが戦艦ヤマトの最後だった。伊藤誠一艦長は立派だね。最後はもう作戦を中止して溺れてる、ね、友軍を助けろと。そうなんです。だって最後の作戦だってさ、沖縄のとこにさ乗り上げてだよ、あの船をヤマトを乗り上げて大砲として戦えって、そんなの聞いたことないですよね、うん、
幼稚園の作戦じゃないんだから。それを大の日本海軍の大人たちが作戦で言ってたよ。それを遂行しようとして伊藤誠一艦長が途中でもう今沈むからこの作戦は中止するって、初めて軍部じゃなくて自分がその場で中止して全員を逃がして、それでまあ沈んだわけじゃないですか。やはり戦いとはいえ無駄死にはさせたくないという思い、それがあるからできうる限り可能な限り脱出ですね、をさせたんだと思いますね、はい。もう大和はですね結局3300人以上の人が乗っていて、助かったのは300人に満たないんですね。290名ぐらいですかね。本当に1割弱しか助からなかったですね。本当にその激しい戦いをしたと思いますね。松本さんはこの大和の最後どんな風に思われますか。大和が沈んだ時が私は日本の歴史上の武士道の最後の瞬間だと思います。そうですね。これで日本はから侍は消えたんです、その戦い方そのものは私はよくやってくれたと思ってますが、一人一人の気分になってみればどんな思いがしたろうかと思って本当に辛いんですよね。ただ武士道的立場から言うとこれで日本の歴史が終わった瞬間ですね、はい、そうですね。大和の沈水没がですね、はいはい、沈没と言いたくないんですよ、水没です、それで歴史が変わるんです、はい。やはり私もその日本の海軍の最後の瞬間であったと思いますね。やはりどんなに立派な世界最強の戦艦であってもの使い方を誤れば、負けるんだということですね。ただやはり大和が沈むまで戦った、最後の一隻まで最後の一人まで戦うんだという姿勢だけはね、残せて、松本先生おっしゃるように、日本の武士道というもののね最後の姿をこう見せて沈んだんだと思いますね、ですね。この後戦艦大和が残した傑作、わずか5年で海に散った大和、しかし世界最大の戦艦は後の世に大きな影響を与えた。今回は戦艦大和がたどった悲劇の道のりを改めて見てきましたけれども、戸高さん、この大和が残した傑作というのは何だったんでしょうか。そうですね、やはり日本人の技術に対する姿勢、またものづくりのに対する姿勢ですね、こういったものが、世界本当にわずかな期間に世界有数のものを作り上げる力を持っていたと、そこは本当に誇るべきところだと思いますね。そうですね。ただそれがですねどのように使われたかで同じ技術がこの悲劇を生むわけですね。ですから物というのは性能のいいものを作りさえすればいいんではなくて、それをいかに人のために使うかというところまで考えて初めてその物だと思うんですね。やはりこういろいろこう大和を通してですね考えることってのは本当にまだまだたくさんあると思います。そうですね。松本さんはいかがですか。まず精神的な意味で最後まで後へ引かなかったという、なんて言うんでしょう、心意気というか、はい、日本人としてのプライドですね、それを守り抜いて沈んでいったと言ってくれたと思っております。それと同時にその大和を作り上げていたあらゆる技術力がその後の日本を作ったわけですよね。ですからその2つの意味で大和というのはやはりそのある意味で偉大な存在だったというふうに思っております。はい、いやもう涙が出るね。技術は最高でしょ、世界、ね、大きさも最高でしょ、まあ、戦ったって本当は一番強かったと思うけど、それがなんかこう未だにみんなの心に生きてるでしょ。で先生なんか宇宙戦艦大和で今もその形を変えたけど宇宙を飛ぶスーパー戦艦としているでしょ。だからなんかねこう暗いっていうんじゃない、なんだろう、第二次大戦のこうもう何悔し涙の塊みたいね。日本の第二次大戦はどうだったんだったら大和を見れば分かるだろう。それは逃げ帰った栗田さんもそうだし、みんな被害者なんだろうけど、なんかこうね
悲惨を通り越して、なんていうのかな、戦争のなんだろうな、戦争のこう引っかき、超大きな引っかき傷みたいな、なんかそんな存在のように感じましたね、大和が。それでは戦艦大和列伝、最後の坂は6つ目の坂、六坂です。大和の元乗組員たちは口を揃えてこう語りました。大和に乗ることは誇りだったと、そして同時に海に没した仲間の無念を忘れないと。後の海底探査により、大和は北緯30度43分、東経128度04分、水深345メートルの地点に沈んでいることが判明しました。そこには今も大和と共に戦死した3000人の兵士の亡骸が眠っています。大和は今なお日本人の誇りと戦争の悲劇を海の底から問い続けているのです。